どうもこんにちは。今回はですね、初心者向けに最低限のキャンプ道具を一式揃えるためのリストを作って注意点などを見てみようと思います。品目はこちらの10種類です。テント、寝床、寝袋、タープ、テーブル、椅子、シングルバーナー、ウィンドスクリーン、クッカー、ライト。キャンプ用品を揃えるときですが、大まかに言えば滞在用と宿泊用に分けることができると思います。まずはキャンプ場に滞在するために必要なものを見ていきましょう。これからの暑くなってくる時期は必須のタープです。暑い時期にこれがないとクラクラしてきて危ないのと、雨でも対応できて目隠しにもなるので用意することをお勧めします。タープっていろんな種類があって選ぶのに迷うと思いますが、とりあえずですね、デザインなどが好きなタープを買えばいいと思います。で、注意点としてはですね、できるだけロープを通す穴が多い方が後々アレンジもできて便利だと思います。テーブルに関しては料理をするかしないかで選び方が変わってきますが、料理をしたりする人はなるべく横幅の広いものを選ぶと使いやすいと思います。アルミの小さいテーブルは、テーブルの上で作業するには狭くてだんだんと使わなくなってくるので注意した方がいいかもしれません。最近のテーブルはですね、下にネットがついているものがたくさんありますが、そういったものはですね、小物を下に入れて置いたりできるので便利だと思います。これも迷いますが、まずはこんな形のパチノックスで十分だと思います。ホームセンターでよくあるタイプは安いんですが、耐久性が低い上にかさばるのであまりおすすめしません。ちなみに僕は何個も壊して買うのをやめました。キャンプ料理というと炭や薪を使った料理を連想する方も多いと思いますが、後片付けもあるので結構面倒で手間もかかります。ということで、まずはガスを使った簡単なものから始めるのはいかがでしょうか。ガスを使うシングルバーナーですが、無理して高いものを買わなくても安いものでも十分使えるものだったりします。値段と安心感から考えると岩谷がおすすめかもしれません。 CB 缶と OB 缶それぞれを使うタイプがありますが、入手しやすい CB 缶をおすすめします。キャンプで料理をするときには風がめちゃめちゃ邪魔になります。料理時間の短縮にもなるので、風よけのウィンドスクリーンを忘れずに準備しましょう。お湯が沸騰するまでの時間もまるで違います。調理器具ですが、フライパンなどを少しずつ買っていくとサイズが違って収納などが難しくなってきたりします。家にあるものを最初は持っていけばいいと思いますが、バラバラに買うよりもクッカーセットを先に買った方が持ち運びや収納が便利になるのでおすすめです。キャンプが楽しくなって野外料理に楽しみを見出すことができれば、ダッチオーブンなどの他の調理器具も買えばいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、箸やナイフ、フォークやスプーンに関しては100均のもので十分じゃないかなと思います。キャンプではランタンの明かりを連想する方が多いと思いますが、ランタンを使う場合燃料は何なのか、ガスなのか液体燃料なのかなどで種類が分かれます。値段もいろいろなので、最初は100均などのライトで十分だと思います。ちなみに僕はね、未だにメインのライトは100均のものを使っています。ということで、ここまでが滞在に最低限必要なものでした。ここからは宿泊用に必要なものを3つ見ていきましょう。テント選びですが、かなり迷う方がほとんどだと思います。テントの中の過ごし方として、ゴロゴロしたり寝るだけで十分だという場合には、個人的には設営と撤収がどれだけ簡単かということが一番重要だと思っています。そういう面ではワンポールテントをおすすめします。テントの角をペグダウンしてポールを立てたらもう終わりと、とにかく簡単で初めてのテントにもおすすめできます。大きさですが、3人用以上のテントを買うとソロキャンプでも広々と使うことができると思います。注意点としては、インナーテントにメッシュがあって風通しがいいものの方が暖かくなっても使えますし、虫除けにもなりますのでおすすめです。そしてできればなんですが、靴を中に入れたりとかできますので、少しだけでもですね、前室のような部分があるとなお使いやすいんじゃないかなと思います。翌日のキャンプ疲れに直結する寝床。キャンプの中でもですね、ここが実はかなり重要な部分じゃないかなと思っています。
年を重ねるとね、寝不足って結構辛いので、ここはね、大事にしたいところだなと思います。寝床に関してはパターンが2つあります。1つ目はエアマットなどを使って地面に直接寝るパターン。2つ目はポットを使って地面から浮いた状態で寝るパターン。ここに関しては人によると思うので、自分に合った寝床を選ぶのがいいと思います。ちなみにですね、コットだとインナーテントがなくても地面に直置きできたりするので便利そうだなと思って近々購入する予定です。夜に屋外で寝るのってね、思っている以上に冷えます。冬はダウンの寝袋でないと寒くて寝れませんが、それ以外の時期であれば架線のもので十分です。架線のものは種類がいろいろありますが、ある程度低い気温にも耐えられる表記がしてあれば問題なく使うことができると思います。寝ることに関してはキャンプの中でも特に重要視した方がいいと思うので、寝床と寝袋はしっかり選びましょう。ということで、キャンプ道具一式10品目を見ていきましたが、 Amazon の中でですね、見繕って価格を出してみました。参考価格ですね、合計でだいたい 44,500円から51,500円ぐらいあれば揃うだろうという結果が出ましたが、今回はですね、なるべく買い替えが少なくて済むであろうもので選んでみましたので、少し高めになっています。それぞれの単価を下げていけばもう少し安く済ませることができると思いますよ。ということで、今回は、初心者の方向けに最低限のキャンプ道具を一式揃えるためのリスト、そういったものを作ってご紹介してみました。他にね、あれも欲しいこれも欲しいとかあったりするとは思うんですが、僕が思うですね、キャンプに最低限必要なものという基準で選んでみましたので、ぜひ参考にしてみてください。それでは。